はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、たかしみともです。キラメイジャーの42話の感想でございます。僕たちが思ったほど、ガルダさんの、ヨドン軍の皇帝を倒しちゃったよ。そんな感じの言い方ですね。たかしさんから見たらそういう言い方しかないです。ということで、ざっくり言うと、そんな感じの動画で、あれでしたねっていう感じで。この人的には、カルドさんが飲んであの、うどん、あれになったのって思ったけど。この人的には、3回かな。特別編含めたらプラス1だけど、初めですよ。何しちゃうの？何が楽しみって。最終回あれしたとしてもね、だけど、スーパー戦隊パーティー、あれが楽しみすぎるんだよ。多分、発表されたと思いますけど、初代の、ゴレンジャーの方も出たりとか、前回じゃあ、戦隊やるんです。次の戦隊、前回じゃあっていう戦隊なんですけど、MV 内で初代、これ、先生やったゴレンジャーのミントさんも出たんで、びっくりしましたね。いや、自分のお父さん世代の人たちが、ああ、懐かしいっていう、昔だな、こいつっていうようなやつらも出てくるみたいなのでね、ネシさんと、とても楽しみにしております。ということで、そう、前回じゃあの予告編と、郵送じゃあの、あれと、なんだっけ、ひらめいちゃんの、映画の内容については、リンク、ムービーかな？ムービーを、概要欄に載せておくので、ぜひ見てください。多分初日ではないと思いますけど、映画見に行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。